はい、住んで埼玉です。今はですね、自宅でズームしてるんですけれども、北浦和のメンターの上園さんとトークしますよ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、上園さんとは結構いろんな企画でご一緒してるんですが、僕から持ち寄ったテーマというかはですね、子供から見た時はと大人から見た時はというか、北浦和というか、時はエリアというかね、お題の背景は、上園さんは、育ちがね、北浦和エリアですよね。そうです。で、社会人で、いろんな転勤とかも経て、北浦和に戻ってきたタイプの人と。うん、そうですね。北浦和出戻り組ですね。出戻り組。で、まあ、多分こう子供の時に感じてた浦和の常盤のエリアだったりとかで、今大人になって戻ってきて、親になって戻ってきて、同じ街を見ても風景とかこう視点っていうのが全然違うんだろうなと思っていて、でそこら辺をこう一当事者である上園さんの主観マックスでいいんで話聞きたいなと。なるほどですね。そういう感じでいいですね。やりましょう。腰はいいです、いっぱい話します。そういう。じゃあ、まずそもそも子供の時にその北浦和、常盤エリアを住んでたし、今大人になって戻ってきて、うん、いいなって思うところは全然違かったりします？そうですね、まあ当時子供の時住んでたっていうのは、まあ親の意向で住んでたわけだったんで、まあ別にこだわりもプライドも特にはなかったんですけど、うん、まあでも当時僕がおぼろげながらやっぱりいいなと思ってたのは、当時からやっぱりちょっと結構なんていうんですかね、外から越してくる、僕もそうなんですけど最初は、うんうん、まあ、小学校とか中学校に上がるタイミングで結構外から越してくる人が多かったんですよね。まあもちろんそのなんかずっと住んでる人もやっぱりいるんですけど、うんうん、で外からこう越してくる人がいるっていうところで、まあ、結構自分も転勤族だった中で、うん、まあ、外から来るのが当たり前な環境だったので、割とこうみんな受け入れる体制があったっていう、はい、なんかよく聞くじゃないですか、なんか京都とかだと結構ちょっと盆地だから、なんか転勤してくる人に冷たいとか、京都の人いたらごめんなさいって感じなんですけど、でもありますよそういうのね、あるじゃないですか、うん、そうそういうので結構優しい街だなっていうのは思ってたし、あ、そうで、あとはまあ、当時は浦和、まあ、大宮ぐらいかな、街って言ったら浦和もなんか全然しょぼかったし、うん、本当に映画見に行くっつったら浦和行くみたいな、それぐらいのレベルでしたけど、うん、ただ大宮にもすぐ行けるし、東京にも出ようと思えば出れるし、うんうん、そうで、僕高校神奈川なんですけど、ああそうですね、そうで大学は神奈川と東京っていうことで、うん、まあ埼玉にね住みながらもちゃんとそういう子供ながらに受験とかして選択肢があったっていうのは結構良かったかなと思うし、なるほど、そうで周りもね結構僕のところの野球部が結構なんかみんなめちゃくちゃ頭良くて、そう裏校とか早稲田とか、うんうんうん、結構延べで 7,8 人受かってて、やばいね、そういう人たち、そう、そういう人たちと切磋琢磨できた同質性みたいなものはすごく良かったかなと思います、うん、なるほどね、そうで野球もちゃんと強くて、県ベスト8とか、あすごいね、そう行っててなんか、うん、かけましたもん、ちゃんとあれに、あ受験のやつ、そう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 、かけました。そう。で、僕、補欠で一試合も出てないんですけどね。かけたはかけた。かけたはかけました。まあでもね、チームメンバーだからね。そうそうそう。そういう同質性はでも当時ながらもやっぱ良かったなと思いました。他のエリア知らないから。それが当たり前だと思ってるんで。なんかさ、その当時って、他のエリアよりも恵まれてんじゃないかって理解はしてた。でも塾とか行った時にやっぱり、うん、まあ、ゲンモリさんとか世の南中の人とか世の中に必要な人、やっぱり周りの中学校集まってきた時に、うん、明らかにうちの中学校だっけ、なんかちょっといい子ちゃんっぽい雰囲気出ちゃってるなみたいなのはありましたけど、ね、
そうそう、まあそれはちょっとね、常盤の話だからかなりちょっと狭い話ですけど、まあ北浦和、浦和自体がなんかすごい恵まれてるみたいなのは別になかったです、特にそういう意味で。ああ、そういう意識はないしと。うん、普通です、普通。普通に。まあでも、あれでしょう、嫌だなとか、不便だなとか、そういう思う機会はすごい少なかったと思うんですよ。あ、そうっすね、全然なかったっすね、本当に。さっき言ったように東京にも出れるし、最悪神奈川にも通勤っていうか、通える。そうそう、だから利便性はまあまあいいとこだなとは思いましたし、街もそんなに廃れてるわけでもなく、うんうん、汚いわけでもなく、なんか普通にいいとこだなけど、でもそんなもんですよ。なんかめちゃくちゃいいな、ここみたいなの別になかったです。本当に。なるほどね。そんぐらいの印象ですね。当時は。ね、当時としては。はい、そう、うん。まあなんかすごいリアルですね。そうですね。そう。あ、で、ちょっと補足っていうか言っとくと、うん、当時は埼玉新都心駅とかないですから、ね。あ、そっか。国運もないし。そう、国運も僕が住んでた時はないし、埼玉新都心駅できて、なんか国運できるぞみたいな感じになったんですけど、うん、当時国運1しかないんで、そう別に誰も行かないです、特に。マジで。あの映画館があるだけなんで、あ、そうそうそう、だ映画見に行くんだったら、まあちょっとハリーポッター見るんだったら新都心かなみたいな、いやそのレベルですマジで。いや本当そうっすね。はい、だから別に新都心に近いとかも特に別にメリットでもなかったし、うんうん、浦和駅も本当伊勢丹とコルソはまあありましたけど、うん、それしかなかったし、だって子供だけで伊勢丹コルソ行っても面白くないでしょ。面白くないですよね。行かないですよね、だって、ね。行かないですよね。いや、何の目的もないですから、そう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 。そう、だから浦和埼玉新都心に近いとか、もう別に何のメリットも感じてなかったですよね。うん、ああ、確かに。マジで。確かに。じゃあ、そんぐらいの街っすよ。そうですね。中学生とかだったら別にどこかに遊びに行くことも基本的にはないでしょうし。そうですね。チャリで中浦のボーリング行くとか、そのレベルですね。はいはいはい、そういうレベルですと。高校生の時とかって帰り道とかにどっか寄って帰ってきたとか、そういうのあったりするんですか？それはやっぱり、ここは、まあ、ルート的に言うと、赤羽で乗り換えて、うん、渋谷で乗り換えて。っていうことですよね。そう。なんで、やっぱ渋谷、新宿、池袋は、もうよく降りて遊びましたし。定期の範囲だしね。そうですね。だから自由が丘とか、中目黒とか。やっぱちょっと東京の、高校生ながらも東京の遊びはその時には結構なんか堪能できた感じありましたよね。なるほどね。だから確かに高校になって、そっちの、神奈川の方とか行っちゃうと、埼玉まで遊ぶ機会っていうのが多分あんまりなかったんじゃないですか？あ、高校の時でも全然なかったかもしれない。確かに。あ、いや、そう、中抜きに合うんですよね。わかる、だから。はいはい。だから多分ね、その小学生、中学生、高校生とか大学生の視点って、その、うん、町に住んでるかと言われると、実はそうではなくて、うんうんうん、なんか、案外知らないんですよね、その町を。そうですね。選択肢も狭いし。お金もないしね。そう、お金もないですし。うん、当時すごくこうもったいなかったなって大人になってやっぱ思ったのは、うん、街にサッカーチームがあるでめっちゃ素晴らしいじゃないですか。そうですね。別にどこの街にも別にあるわけじゃないし、うん、しかもめちゃくちゃ熱狂的なファン層がこういる中で、ね、サッカー見に行こうって一回もやったことなかったですもんね。あ、そうですか。うん、全然。そうなんだ。そうだ、そういうのもなんか、もったいない。めちゃくちゃもったいないですし、もう親もちょっと連れてけよって感じですね。ちょっと子供に体験させろよって、ね。確かにね。そりゃそうだわ。親の責任だわ、それは。やっぱサッカー生きがいにするぐらい、やっぱサッカーね、好きな人も多いし、休日になったらね、やっぱり、赤いユニフォームで街は溢れるし、旗出してる人も出るし、アウェーでも全部行きますみたいな人もやっぱいっぱい、そんぐらい生きがいにしてる人がいる、まあエンターテインメントというか、まあスポーツが、まあ30分とかね、1時間圏内ですぐスタジアム行ってて、当時は駒場なんてね、チャリで10分で行けるから。ねえ。そうそうそう。だからそういうのも全く、
享受せず理解してなかったんですね、家族で。あ、うん、だからどこの町に住むか云々じゃなくて、その町をどう調理するかっていうところもあるよというところですね。うん、そうですね。だ当時の印象はそんな感じ、うんうん、ありがとうございます。で、あれ、北浦和を出てたのは社会人になってからですよね、確か。バゾン、そうです、新卒で入った時に大阪行ってって言われて、うん、あ、そう、そこから10年ですかね。10年、はい。その10年のうち、まあ北浦のご実家とかに戻ることもちょくちょく当然あったとは思うんですけど、その10年間基本的には離れていたってことですよね。そうです。うん、なるほど。大阪と群馬で働いてたんで、はいはい、そっかそっか、はい。でその10年を経てご結婚とかお子さん授かるかもみたいなのも経て、マンションを北浦の買いましたと、うん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 、で戻ってきたのが3年ぐらい経ったんでしたっけ。もうそうっすね、4年かな、4年前。そっか、こう戻ってきてこうお子さんも育てながらこう暮らしながらね、当時とは違うことを、はい、同じ風景を見てたとしても、うん、なんかこう違うことを感じるんだろうなとは思うんですけど、うん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 、なんか何でもいいんですけど、別にあの順序立てて喋らなくてもいいので、どういうことを思いましたか。まあ、まず一つ目は、うん、やっぱり僕はもともと住んでるから特に何も、うん、あのいい場所っていうのは分かってるんですけど、うん、まあ、妻がやっぱり知らないところに住むわけだし、子育て初めての中で住むっていうところで何の不便もないっていうのはやっぱ素晴らしい街だなとは思いますね。なるほどね。本当に、うん、そう、もう妻なんかチャリ持ってないですからね。あ、歩きなんだ。そうです、歩きで子供連れて公園も行けるし、電車もすぐ乗れるし、うん、で買い物行こうとしたら別に浦和とか新都心とか大宮すぐ行けるし、うん、で買い物もね別にイオンまで10分歩けば着くしみたいなので、うん、生きるためにはなんか徒歩圏内で全部完結できるので何の不便もなく生活できるし、あとはやっぱり駅前にあの公園があるっていうこの素晴らしさ、そこね、はい、これ半端ないですね。もう子育て世代からするともう、しかも大きいと。そうなんですよ、大きいんですよ、あのでかさそうなんですよね。まあコロナっていうのもねありましたから、ちょっとだいぶ公園に甘えさせてもらった部分ってあると思うんですけど、うん、やっぱ子供の頃って公園で遊ぼうぜとかって別にキャッチボールするとかそんぐらいじゃないですか、特に。そうですね、そうそうそう。で、別に小学校だって別に使えるし、うんうん、北浦公園にこだわる必要は全然全くないんですけど、やっぱり今だと子供に緑色の何かこう刺激を与えたかったりとか、まあ、それこそもうちょっと大きくなったら砂場とか遊具とか行ったりとか、うん、あとちょっとこう噴水見ようねとか、うんうん、で、なんかね、バイオリン練習してる人もいて、ちょっと音楽的なものに触れられたりとか、なんかおばあちゃんとかがなんか歌を歌ってたりとか、うん、朝ラジオ体操したりとか、うん、そういう結構いろんな要素がやっぱり公園には集まってるので、うんうん、そこに1円も払わずにやっぱり家族で徒歩圏ですぐシュッと行けて、でやっぱ狭いコミュニティじゃないので別に知り合いとかに会うこともないし、うん、そういったところがこう使えるっていうのはめちゃくちゃいいですね。もう北浦の最高のメリット1だし、当時は何にも思わなかったです、本当に。なるほどね。そう、やっぱ子供たち親世代には本当に嬉しいとこだと思いますよ、その公園が、あの駅近、あのでかさで。でやっぱりその公園の今の話を聞いて、その公園の規模感っていうのがすごいポイントなんだろうなって今思ってて、うん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 、例えばその公園、すごいちっちゃい公園が2個とか3個に仮に分かれてたとしてしたらまた違うんだろうなと思ってて、なんでかっていうと、そのやっぱり狭い公園って子供が道路に出ないかどうかって見守んないといけないし、うん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 、なんか多分監視コストがクソ高いんだろうなと思ってて。そうですね、安全性大事ですよね。だから子供がある程度ちょっとダッシュしたとしても、うん、まあ大丈夫みたいな、うん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 、そういう公園って都市部においてあんまないなと。確かに、それがまずでかいんだろうなと思うの。そうですね。あとその、ウガゾンさんがお子さんの、子供の時からもずっとその外部の人を受け入れやすい土壌の土地っていう話があったんですけど、うんうんうん、
それってその人に過干渉しないと、うん、でなんか田舎とかだとそのすごいなんかウォッチしてくるみたいなのあるかもしれないけど言うて都会だからそのあんまり他の人とか他の他者に関与しないから公園で出会っても会釈する程度とかなんか、うん、そういう距離感っていうのが住みやすいんだろうなと。ああそうですね、あの本当に石投げれば当たるぐらい子供がワンサカいるんですけど、そのファミリー世代っていうのは、うん、もう、まあ、ポコ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 生まれてるんですよマジで本当に、うん、そう、まあ自分がそういう立場になったから見えるっていうのはあるんですけど、それぐらいやっぱりベビーカー引いてるお子さん連れてる人ってものすごいやっぱり増えてって多いエリアなんですけど、まあ別にあっさりしてますよね、いうように。そう、過干渉しないし、それこそ狭い公園だとやっぱりね、毎回同じ人が集まるから、なんかね、コミュニティできてたりとか、なんか話さなきゃいけないみたいな、ね、そういうプレッシャー。うちの妻はそういうのは結構あまり得意な方じゃないので、そういうのも北浦公園だと別にあんだけ広ければ違う場所で、うん、遊ればいいだけの話なので、そういう気を使わない。干渉されないっていうのも結構安心できるポイントだと思いますよ。いや、そうなんだろうなと、うん、に思う、うん、で、あとね、その僕は今あの妻のたまこさんと2人プラス柴犬の海ちゃんと3人暮らしなわけなんですけど、うちは人間の子供いないけど犬を飼ってすごい思ったのが、犬ってすごい体力あるんですよ。そうでしょうねで子供もめちゃめちゃ体力あるじゃないですか。うん、で体力が有り余ってると寝ないと。はい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 。いうのがあって。そう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 なんですよね。そう。で、散歩に連れて行っても、あんまり体力消耗しないと。うんうんうん、うん。いうふうになると、うちの場合はドッグランによく連れてって、なんかその、ドッグランで15分走り回ると、絶対寝るんですよね。はあ、やっぱ違うんですね、全然。全然違う、マジで。家に帰ってソファーに犬が座った瞬間に犬寝てるみたいな効果抜群ですね。で寝てると例えば夜とかだったらまあお酒ゆっくり飲めるし、うん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 、テレビ見れるし、そう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 、ツイッターできるとっていうそれ大事ですね。ツイッターできると超大事だからね、何が言いたいかで言うと、そのなんか解放してあげられる空間が家の近くにあるっていうのが、大人にとってもメリットなんだなって思ったんですよ。そうですね。安全性も担保されてて、そういう思いっきり遊べる場所は、すぐ寝てくれたりとか、そうですね。自分にとってだから、回り回って いいですよね。確かに、そういう面では。自分の自由も確保できてっていうのは、確かにな。しかもそれがさ、田舎すぎる、郊外すぎるとこじゃなくて、その利便性の高いところに大きい公園があるっていうのが、うん、やっぱり素晴らしいところで。あのそうなんですよね。そう、埼玉のね、県南部、僕もいろいろ見て回ってますけど、そういう環境があるのってね、川口駅の西口か北浦ぐらいだなと思ってます。ああ、川口駅の西口もあるんですね。リリアパークっていう、もう一大公園なんですよ、駅前が。はい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 。そっか、リリアの前か。リリアのところです。あの、芝生の場所とか。はいはいはい。すごい綺麗ですよね。綺麗だし、広いんですよね。うん。で、浦和の駅前にじゃああるかっていうとないし。そう。そうなんですよね。浦和ないんですよ、マジで。別所の間まで行ったらだいぶ遠いですし。別所の間ってもだって中浦和っすからね。いや、そうです、そうです。もう歩いたらやっぱ15分以上かかるんじゃないかな。だって、いずれでさ、あんな歩道の狭いところ15分歩かないでしょ。歩かないです。ちょっときついですね。ねえ。おっしゃる通りですね。便利な、そこそこ利便性の高いところにあの規模の公園が突然ポコってある。エリアっていうのはかなり貴重だと思いますね。だから普通だったらさ、デベロッパーに切り売りしてさ、土地をさどんどんさ儲けようって思うかもしれないけどさ、うんうんうん、あれを残し続けてるっていうのは埼玉の英断だと思うわ。確かに、ようやったと。そうですね、本当に ありがとうございますって感じですよね。確かに英断ですわ。そう、だから若干資本主義とずれた決断をしてるというそうですね、であえて残すことでね、ちゃんとそうそう差別化が図れてるっていうのはありますよね。差別化図れてるし、住民の定着率も高いだろうし、住民が戻ってくる率も高いだろうし、うん、そうですね、僕みたいな出戻り組もね結構いるんじゃないかなと思いますよ、ね、いや結構いると思いますよ。
みたいなところが、結構埼玉市内見渡しても、北浦のその絶妙なバランスっていうのはやっぱりすごい秀でてるというか。そうですね。そう、しかも、あれなんですよ。さっき言った田舎で公園あって、車あって、その、出るって別に当たり前なんですけど、うん、北浦はね、車も持てちゃうんですよ。なるほど。はい。持てちゃう。そう。さっき歩きで何の不便もないですよ、みたいな話して、電車も使えるんだけども、とはいえ、車乗りたいじゃないですか、やっぱり。まあね、車乗って遊び行きたいじゃないですか。うんうん、それもね、北浦だとできちゃうんですよ、なんと。なんとできちゃう。なんとできちゃうんですよね。だからその、東京、都内だと、まあ、ちょっと僕、都内住んだことないからあれですけど、車持って結構手放す人多いし。うん。まあ、てか、いらないじゃないですか、別に。そもそも持たないですよね、ほとんど。そう、持たないですよね、うん、そう。やっぱエンタメだと思ってて、ちょっとこう、嗜好品に近いですよね、車って、やっぱり。そうですね、やっぱり。そう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 。そう。でもやっぱ子供できて思うのは、やっぱ車あるとめちゃくちゃ便利ですし、うんうん、行く選択肢もやっぱり増えるし、買い物とかもやっぱりね、ベビーカーで行ったりとかすると、やっぱり車乗せたりとかして、大量に買い込んだりとか。うんうん、でやっぱそういうのもファミリーとしてはやっぱりできればやりたいので、それがまあこのバランスを保ちながらちゃんと車を持てる、そういう遊びもできる、キャンプとか、うんうん、その軽井沢行ったりとか、そういうのもにもこう行けるっていうのは、大人になって改めてめちゃくちゃいい場所だなってこう感じましたね。そういうことですね、ま、はい、マイカーライフ。あ、だからなんかやっぱそういう話をね、聞けば聞くほどね、合理的に考えて埼玉ということだなと、うん、もう何をどうひっくり返って考えても、なんて埼玉に来ないか分かんないです特にファミリー世帯はね、ファミリー世帯はそうですね、本当に、まあ、一回住んでみって感じですよね。ちょっと悩むかもしれないけど、本当にそうだね、うん、いやだから僕もね、一番住んで埼玉発信した最初は埼玉ゴリ押し赤だったんですけど、うんうんうん、途中でいや埼玉ももちろんいいけど東京もいいし全部いいよなっていうニュートラルになった期間を経て、今思うのが、いややっぱり埼玉だろうと、うん、やっぱりやっぱりいろいろ考えたら埼玉だろうみたいな一回ニュートラルに戻したけどまた埼玉に嫌いになったんですね。そう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 、あの前ね、ウアゾンさんにご相談されたメンティーの人もね、話したんですけど、こう都心暮らしっていうのは利便性が高くて楽しい反面ですね、うん、そのコストもかかるところと、あとね、要するに裕福な人が結構いるエリアでの生活だとね、うんうん、見栄とかプライドが先行しちゃうと。ああ、そうですね。周りもレベル高いですからね。合わせなきゃいけないから。そう。で、なんかね、そういうのに合わせることが楽しいとか、なんか、そういうようなモチベーションの人はいいかもしれないけど、それがストレスに感じちゃうと、ちょっと辛かったと。で、一方で、その、郊外すぎる、なんかちょっとよくわかんないエリアに住むのも怖いと。すなわち、浦和と。っていうね。確かにそうっすね。結構綺麗な加工とかしてね、やっぱり出かけないといけないエリアとかだったりとかしたら気使うかもしれないですね。でもそれでも浦和北浦の歩いてる人、なんかやっぱり一定のクオリティ以上の人しか歩いてないなとは思いますけどね。そうですね。まあ一定の、確かに。綺麗な、小綺麗な格好っていうか、なんか見た目の人は結構多いかなと思いますけど、でも最悪スウェットパジャマで全然、八百屋とか行けますよ、全然。うんうんうん、普通に、うんうん。そんぐらいの街です、とはいえ。ね、だから、その、ちょっとね、肩の荷を下ろせるけれども、田舎っぽいのも嫌だ、みたいなタイプの人とかは、うん、やっぱりハマってしまう街かなという。そうです、そうですね。そうです、そうです。本当ハマっちゃいますよ。だってちょっと見えないからあれですけど、なんか北浦和散歩っていうなんかフリーペーパーみたいなのがあって、北浦西口商店街がこう作ってるんですけど、うん、結構商店街もね、意外と活気あるんですよ、北浦は。いますね。そうで、商店街ってもう結構割とシャッターのとこ多いじゃないですか、うんうん、そう
でも結構リバイバルしてて、なんか昔ながらのお店とかが結構元気にやってるっていうのも、街の人からすると一つの楽しみ。新しすぎる街って結構無機質だったりするじゃないですか。なんか、はい、はい、はい。そうで、ショッピングモールはあるけど、昔ながらの店が少ないみたいなのあるんですけど、うん、そういう結構古き良きレトロな喫茶店とかカフェも楽しめたりとか、結構奥深いですよ、本当に。なるほどね。そういう探求する楽しみもあるよと。いや、あります、あります。本当に。深い、深い。深い、深いと、はい。歴史もありますからね。そうですね。だから、10年前の浦和とか北浦を押すよりも、今の方が断然胸張って押せるというか。そうですね。うん、もう、いいとこばっかりですよ。いや、そうですね。だから、要するに、二十何年前の時から見た北浦と、今の北浦みたいな話しましたけど、なんだろう、親になって初めて獲得した視点もあれば、そもそもこの20年とかで北浦とか周辺の利便性が良くなっちゃってるから、そうですね、両方できないっていう、うん、そうですね、両方、そうそうそう、ありますよね。そう、普通に便利になっちゃってるっていうのと目線が変わったっていうのは、そうだから、シンプルにこの20年でやっぱり埼玉の利便性っていうのは増したなみたいなね、ことはありますよね。本当そうっすね。まさか周りの駅もこんなにね便利になるっていうか、レベルが上がっていくなんて思ってなかったですし、今残されてるのは北浦というのしかないですからね。本当にぶち上げしちゃってるから周りが。でもまあね、徒歩圏浦和なんかもね、だって浦園さん結構浦和駅までよく歩いて行ってるわけでしょ。あ、そうです、毎朝歩いてるわけでしょ。はいはい。まあそれもね、言うて15分だの、そこら辺で着くわけだから。そうですね。そう、まあ、いい、全然徒歩圏ないです。まあただリンクス夫妻っていうかね、うん、子供いない結婚したての男女がじゃあ北浦は楽しいかっていうと、ちょっと刺激足りないと思いますよ。いや、東京に慣れてたりするとそうですね。うん、そうそうそう。やっぱね、飲んで銀座からタクシーで帰ったりとかしたいじゃないですか、やっぱなんか。うん、したい。そう、そういう、なんかね、豊洲に住んでたら、例えばどこからタクシー乗っても大体まあ、2000円ぐらい。そう、2000円ぐらいでそう、帰れるけど、うん、そういう遊びはやっぱできないので、うん、それはそれでなんか僕は若い時にやっとくべきだなと思うので。まあね。そういう、まあ時と場合によって、やっぱり楽しみ方変わってくると思うんで、うん、ちゃんと東京の良さも、あるとは思うので。そうですね、まあ見極めた上で選んで選択肢に入れてほしいなって感じですね。なるほど、いいアドバイスかと思います、うん、この動画まとめると、育った時の北浦と今の北浦を、子供視点親視点で見た時にいろいろ変わってただったりとか、あとはそもそも街が進化してるだったりとか、まあ、そういう話をしたんで、うん、まあ、ちょっと編集して、また YouTube アップさせてもらえればなと思いますんで。よろしく。はい。よろしくお願いします。じゃあ、また近々会いましょう。はい。どうも。ありがとうございました。それでは、失礼します。はい。またよろしくお願いします。はい。お疲れ様です。じゃあ、失礼します。